はようございます。香織です。私の最近の読書方法は、ずいぶん以前とは様変わりしてきて、でもね、それが効果的っていうか、快適な読書方法になってますという紹介なのですが、読みたい本を目のつくところに置いておき、合間合間に少しずつ読むというね、読書方法を、これが意外と私には合っているというか、変な義務感が生じないっていうかね、以前は本を持ってカフェでこうじっくり読むというその読書スタイルが好きだったのですが、その間ね、どうしてもね、気が散っている時間ってあったなとね、今になって思うのですが、今はだからちょっと一仕事を終えてパッと本を開く、で1ページくらい読んで、ああなるほどねというね、そんな納得をして、また雑事とかね、別のことをして、また読書に戻るみたいな、それってね、意外と定着するっていうかね、読書のね、楽しさみたいな、気楽さみたいな、読書してなんかこう知識を得ようとか、賢くなろうっていう変な欲が逆になくなって、読書が楽しくなり、で私は今読んでる本っていうのは、そのリビングオンライトっていうね、あなたもプラーナで生きられるという副題のついてる本なのですが、この本は私はかつてもう何度も何度も読んだ本なのですが、何年かぶりに読み直してみて、あれこんなこと書いてあったのっていうかね、以前はいかにその理解が上滑りしてしまったというか、理解に至ってなかったんですよね。で今読んでみると、あーっていうね、こんなこと書いてあったのみたいな、いや書いてあったでしょとかね自分では線を引いていたりするのですが、それが腑に落ちてなかったわけですよね。でもうわからないわからないで、このわからないことを書いている本の方がおかしいんだみたいな、もう責任転嫁して、読書を諦めちゃっていたっていうね、それを何年かぶりかで読んでみると、っていうかね、なんかすごいこと書いてあるなみたいな記述がもう次々とあるので、それをちょっとした合間に読み、うわーっと感動して、その感動した気持ちでいろいろなこう雑事をして、また本に戻るみたいな、その読書がね、楽しいのは、読んでいる本にね、書いてあることが分かって楽しいという、その理由もあるかと思いますが、今日読んでてね、また驚いた箇所っていうのはね、はるか昔の私たちは無限に供給されるプラーナに意識的にいつもつながっており、それだけで生きていたそうです。でこのはるか昔っていうのが1万3000年前で、1万3000年前って学校ではあまり教わらないっていうか、この時代は日本だったら縄文時代でしたね終わってしまうような歴史の教科書の記述っていうか、1万3000年前をここを詳細に知っている人ってね、なかなかいないっていうか、この時代を意識して調べないとわからないっていうか、そもそもその情報自体が ほぼないのかなっていうようなね、なので知らないとか興味がないとかの態度になってしまうんですよね。で今回私が秋田旅行に行って、最後駅でこう新幹線を待つ時間が割合こうゆったりとした時間があり、で田沢湖駅のね、2階で縄文時代の
展示展みたいのがね、それがこうもう誰でもいつでも無料で見ていいよというそのコーナーがあり、でそのありがたいコーナーがあるにもかかわらず、それを見ている人は、まあ、私だけみたいなね私だけがじっくりそこに入って、あのその縄文土器とかね、あと矢尻とか、当時の人が作って、その当時狩りをしていて、あの獲物が移動するので人間も一緒に移動していましたとか、まあ、その縄文時代がどういう時代であったかという展示だったわけで、その田沢湖には、田沢湖周辺にはその縄文時代の出土品が多いというね、うん、なのでいろいろなそのあのなんだろう、あの矢の先につける、まあ、矢尻ですよね、あと壺とか、それをひとしきり見ていたのですが、多分1万3000年は縄文時代ですよね、うん、でやっと詳しい歴史が出てくる、分かってくるのが紀元後700年の大化の改新とか、まあ、そこからこう歴史がねこう色濃くなってくるというか、まあ、その部分の情報しか教えられていないというかね、うん、でこの本に戻ると、だから1万3000年前は人間はプラーナだけで生きていたというね、あの物を食べなくても十分栄養を得て生きていたという記述で、でこの最後のポールシフト、ポールシフトの極移動というね、こう、まあ、それが起きて、でそれでプラーナで生きていたっていうことを、まあ、忘れちゃったというね、人間がね、うん、で当時はその呼吸方法が今とちょっと違った、それによって、プラーナを取り入れることができていた。でプラーナはね、なんだろう、物の最小単位っていうか、物を細分化していくと分子になり、で分子の中に素粒子っていう中性子とか陽子とか一番ちっちゃい粒になり、まあ、電子も素粒子の一個ですよね。でプラーナは何だろう、電子の一種みたいな、目には見えないけれどもこう宇宙空間にこう無限に漂っていて、まあ、それが全てのものの構成要素であるので、だからそれを直接取り込むことができれば、まあ、物を食べなくても十分肉体を維持できる栄養になるというね、はい、その全てのものの材料がプラーナ で古代の人1万3000年前くらいに生きていた人は、それをプラーナを取り入れる方法を知っていて、でその呼吸によって取り入れるのですが、今は呼吸っていうと口と鼻から息を吸いますよね。で古代の人はプラス頭の頂点、はい、新生児の頭ってこうすごく柔らかいですよね。でそれがだんだんこう固まってきますよね。でってことは多分昔の人は、古代の人は頭頂部が柔らかかったのかもしれず、でそこからプラーナを取り入れていた。あとは頭頂部だけではなくて陰部からもプラーナを取り込んでいた。でこの記述から私は考えることがいろいろあり、まずね、頭頂部からプラーナを取り入れていた、うん、でじゃあ頭頂部から入ったプラーナはいいですね、多分消化体でこうね、次元変換をされて、こう神経回路に入るっていう話を私の先生から聞いたことがあり、はい、で、まあ、このことはね、明日以降またお話ししてみたいと思いますが、はい、今こうちょこちょこ読書をね、うん、短時間で、少し読んでみるという読書方法が、とても馴染んでいて、知識が定着しやすいというお話からの、古代の人1万3000年くらいの
1万3000年前くらいの人は、人間はどういう生活をしていた、のだろうかとか、はい、そんなお話をしてみました。はい、最後までご視聴いただき、アンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。